神奈川県横浜市磯国、栗木栗木は横浜市磯国の町名。現行行政地名は栗木1丁目から3丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は235-0041。磯国中部の内陸に位置する。中央を南北に笹市もカマリア道路が通り、道の東側が1丁目、西側北部が2丁目、西側南部が3丁目となっている。 道に沿うように笹下川が流れる。笹下カマリア道路沿いには古くからある住宅や商店が見られ、丘陵地には三井団地や陽光台ハイタウンなどの分譲住宅地が広がる。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、区域3から16から13の地点で16万7千円平方メートルとなっている。かつての倉木郡。 栗木村であり、1889年に刺した、矢部屋、日野、田中、上中里、峰、一と沢の各村と合併、草加村大和栗木となる。1927年に横浜市に編入され、急ご栗木町となった。1970年に栗木町の一部を含む一帯が、陽光台となる。1983年8月8日に住居表示を、 実施し、栗木町を廃して、栗木はじめ三丁目が設けられた。磯国では、明治後期から第二次世界大戦前まで花の栽培が盛んに行われ、栗木にも昭和10年頃20年頃まで、カーネーションや鉄砲百り、菊などの栽培を行う温室があった。すでに温室は姿を消したが、温室前のバス停留所に当時を伺い知ることができる。地名の栗は、 古語で、物のの位置すべきところを指す、座が転じたもので、木は、城から転じたものと考えられ、横浜南部の古い広域地名、倉木の語源になったと考えられている。2021年7月31日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町の中央を東西に JR 根岸線が通る。昭和50年代まで駅の誘致活動が行われていたが、現在に至るまで駅の新設は具体化されていない。区域2丁目から根岸線用光台駅までは、 おおむね1キロメートル圏内である。笹々カマリア道路や環状3号線に、洋光大駅や上大岡駅、金沢文庫駅、横浜駅へのバスの便があるほか、住宅地の境外道路を通り洋光大駅と磯子駅を結ぶ小型バスの路線もある。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。栗木町に関するカテゴリー、ありがとうございます。